本作はなんと人侠者であり時代劇でもあるっていう、すごく面白いお話だなと思って、で自分も読んでいただいて大変光栄でしたね。現代の世界で生きるヤクザが幕末にタイムリープするという話で、なんかあんまりこうヤクザと幕末って相反するというかかけ離れたものだと思ったので、それがこうリンクする、まあ、一体どうなるのかなってとても興味を持ちながら台本を読んだりしてました。そうですね、まずその脱ぎ捨てっていうところ、その映画と舞台っていうところもすごく面白いなと思いましたし、今回このまず映画だけの方だと現代と時代劇、昔の話がこう、まあ、タイムスリップするっていうのは面白いなと思いました。まあ世界観とか、まあ、キャラクター自体がかなりこうデフォルメされたりしてる部分もあるので、もうそこはもう思いっきり楽しんで、それぞれがあの伸び伸びやってもらうのが一番だと思って、そのなんか伸びってやってた伸びしろをこう潰さないようにこっちは取っていくのが一番かなとは思ってましたね。だからあんまり時代劇だからとか、こういう決まりだからってこう型にはめていくんじゃなくて、いやいやそれもありだよねっていう。映画ならではのいろんなことを今回自分も経験させていただいたので、とにかく楽しかったです。